皆さんこんにちは、リテラミリタの武部です。今日はですね、家にできるもので、体幹トレーニングをしていきたいと思います。今日はですね、この軽いボール、これすごい軽いボールなんですけども、これを使って私はやりますけども、これがないという方たくさんいらっしゃると思います。そういう方はですね、クッション、小さめのクッションを使って、やっていただく、枕を使ってやっていただく、こういったね、体幹トレーニングを今日は紹介していきます。今日はですね、5種目やっていくんですが、それぞれ30秒をやって、そこから15秒休憩という一連のね流れでやっていきたいと思いますね。すべて時間を合わせても5分ぐらいで終わるワークアウトですので、ちょっと頑張ってね、短時間で気合い入れてやっていきましょう。Start your exercise. Five, four, three, two, one.Start 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 your exercise. Five, four, three, two, one.
疲れ様でした。いかがだったでしょうか。短い時間ですけども、5種目ね、続けてやるとなかなかハードだったと思います。ボールを使いましたが、最初に言いました通りクッションや枕などで代用してやることができますので、ぜひね、家で何も道具がないからできないと言わずに、家にあるこういったものを活用して、ぜひね、体幹トレーニングに励んでみてください。このチャンネルではトレーニングに関する情報、そして私のクライアントからいただいた体に関するお悩み相談に対して私がどのように指導しているかいつも配信しています。今日のこのエクササイズ家で頑張ってやってみようという方はぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。